ダイエットを成功させる意外な方法。精神科医カバサー賞のカバチャンネル、今日は質問いただきました。過去の栄光さん、32歳女性、ダイエットが頭から離れません。約6年で体重が10キロ以上増え、服もきつくなってきています。ダイエットを頑張っているのですが、あまりにも考えすぎてしまってノイローゼになりそうです。また7年前に摂食障害にもなったので、同じ繰り返しをしてしまうのではないかと不安です。ダイエットしたい場合におきまして、皆様方はまず食事を減らそうということを考えると思います。間食をしないようにとか、量を減らそうとか、甘いものを減らそうとか、糖質を減らそうとか考えると思います。もう一つが運動ですね。運動してカロリー消費をするっていう、なのでジョギングしたりスポーツジムに通ったりするみたいなのを考えると思いますね。もっと簡単にできて、ものすごい効果があるダイエット法を皆さんにお伝えします。それは朝散歩です。またかと思うかもしれないけど、でも朝散歩ダイエットに効くっていうのはあんまり言ってないと思うんですね。皆さん、なぜダイエットができないんでしょう、失敗するんでしょうか。食欲に負けるからですね。どうしても食べないように我慢しようと思っても食べたいから食べちゃうんでダイエットができないわけですね。食欲に負けないで、これは食べない、間食はしない、ご飯もこれだけの部分、決めた部分食べれるっていうふうにすると、ダイエットはもう成功するに決まってるわけですから、食欲に負けるっていうのがダイエットの失敗の最大の原因でしょう、間違いないですね。じゃあ食欲って脳科学的にはどのように規定されてるのでしょうかって言った時に、いくつかのホルモンや物質によって規定されてるんだけども、重要な物質と一つとしてセロトニンっていうのがあるんです。皆さん聞いたことありますよね。私の動画とか本の中しょっちゅう出てくるセロトニン、朝散歩をするとセロトニンが適正化する、セロトニンが活性化するのセロトニンです。なんとセロトニンという物質は食欲をコントロールしていたんですね。食欲をコントロールする物質っていくつもあるんですけど、そのうちのかなり重要な一つがセロトニンです。逆に言いますと、セロトニンが下がりますと、例えばストレス太りって皆さんありますよね。ストレスがかかるとセロトニンが下がるんです。セロトニンは食欲をコントロールするから、ストレスがかかると食欲をコントロールできなくなるので太るわけです。逆に言うと、セロトニンがきちんと活性化してると、我慢強いっていうのもセロトニン、切れやすいっていうのはセロトニンが下がった状態、我慢強いっていうのはセロトニンが高い状態です。痛みに対する我慢っていうのもセロトニンと相関してるっていう科学研究がちゃんと出てます。だから食欲を我慢できない人っていうのはセロトニンが下がってる確率が高いんですね。逆に言うと、きちんと食欲をコントロールできて食べないのを我慢できるっていうのはセロトニンが高くないと無理なんです。我慢弱さ、我慢強さっていうのとセロトニンっていうのは関係しています。セロトニンが下がっちゃうと食欲が暴走するんですね、暴走機関車のように。またコルチゾールっていうストレスホルモンがあるんですけども、セロトニンが下がったそういう脳疲労の状態では、コルチゾールっていう食欲暴走ホルモンがガンガン出るんですね。夜中とかにものすごくガーって食べたくなるのはコルチゾールが高いからです。それを抑制するという意味でも、セロトニンを活性化することが必要です。セロトニンが活性化する方法は朝散歩。朝散歩は朝起きてから1時間以内に15分程度の散歩をする、太陽の光を浴びながら爽やかな気持ちで早足で歩く、これが朝散歩です。ということで、朝散歩、たった朝15分散歩をするだけでセロトニンが活性化して、あなたの食欲暴走が止まるんです。嘘だと思ったらやってほしいです。本当に朝散歩始めましたって言って、別にそれ朝散歩だけで1ヶ月で3キロ出したかな、確か痩せたっていうのをこの間別な動画で紹介しましたけども、そういう報告がたくさん来ています。カロリー消費だと痩せるはずないですよ、3キロも1日15分の散歩なんだから。カロリー消費ではそんなに3キロ痩せることはないと思うんですけど、食欲が正常化するので余計食べなくなるんですね、そんなにね。ということで、朝散歩をしてセロトニンを活性化するとダイエットにものすごく効果があります。ということで、この機会に朝散歩をして皆さんの食欲を正常化し、ダイエットにも役立ててほしいと思います。痩せるホルモンを教えます。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル。ダイエットに関心のある方非常に多いと思うんですけども、痩せるホルモンっていうのがね、もしあったとしたら皆さんどうですかね。痩せるホルモン出したいなって多分思うと思うんですけども、実は痩せるホルモンってあるんですね。これがね、こういろんなホルモンがあるんですけど、そういう働きのホルモンないかなっていろいろ探してみたらですね、結構有名なホルモンが多分痩せるホルモンと言っていいと思うんですね。それは多分皆さん絶対聞いたことがあると思います。それは成長ホルモンですね。成長ホルモンって子どもの成長、骨やね、筋肉を作ったりするときに出るホルモンっていうのが多分多くの人の認識だと思うんですけど、それは子どもの時はそうなんですね。20歳を超えると成長ホルモンっていうのはですね、2つの時しか出なくなるんですね。それは寝てる時と運動してる時、この2つなんですね。で、成長ホルモンっていろんな役割がありまして、基本的に疲れを取るホルモンです。大人の成長ホルモンっていうのはもちろんタンパク質、筋肉を作ったりねするという作用もあるんですけど、基本的には疲れを取るホルモンなんですね。ですから寝てる間に成長ホルモンが出て疲れを取り、免疫力を上げて体の新陳代謝を良くして、体の壊れた部分とか臓器や細胞を再生したり修復する、そういう体を復活させる魔法のような、ね、素晴らしいホルモンです。この成長ホルモンっていうのはですね、もう一つすごい重要な働きがありまして、それは脂肪を分解するホルモンですね。
成長ホルモンが分泌すると脂肪の分解の働きというのがすごい促進されるんですね。脂肪からエネルギーを取るようなものが体の中で活性化してきます。成長ホルモンを出すためにはですね、運動っていうのが一番手っ取り早いんですね。有酸素運動を30分以上すると成長ホルモンが出ます。だいたい脈拍でいうと120か130ぐらいの ですから、まあ早歩きですね、いわゆるね、競歩の選手のようなああいう早歩きか、あるいはそれ以上の運動を30分ぐらいすると成長ホルモンが出てくると。激しい運動してももちろん出ますけども、そういうジョギングとかね、早歩きでも出てくるんですね。重要なのは30分ぐらい継続して運動しないと出ないということですね。なぜならば最初のうちはやっぱ体の中にある糖を最初にエネルギーとして使いますので、ある程度それがなくなった頃っていうのも含めて30分ぐらいかかるということなんですね。ですから皆さん方ダイエットのため痩せようと思ってですね、ランニングとかしてる人いると思うんですけど、1日30分のランニングを毎日しても痩せないんですね。これ痩せるっていうのは脂肪が分解されるという意味で言うと痩せないんですね、これがね。ですからもしそういう痩せるための運動ということで言うと30分以上ですから、できれば1時間とかですね、すると後半の30分は脂肪燃焼が非常に進みますので、脂肪を分解するホルモン、痩せるホルモンっていうこの成長ホルモンをね、出すためには30分以上の運動が必要ですよということなので、皆さん方運動時間をですね、少し見直して、ある程度の長さの運動をするということが実は痩せるホルモンを出すという秘訣になります。もう一つ、先ほども言いましたけど、成長ホルモンっていうのは疲労を回復するホルモンなんですね。だから仕事終わってヘロヘロだよって言った時にそのまま寝てしまうのか、ちょっとジョギングでもしてから休むのとでは、実は運動した方がですね、疲れが取れやすいっていうことがあります。おそらくそれを経験的にね、あ、そういえばそういうことあるなと思う人いると思うんですけども、仕事の疲れっていうのはやっぱり肩こりとか頭痛とかずっと座ってるとかですね、部分的な疲れなので、そういう人にこそね、運動して疲労回復ホルモンの成長ホルモンを出すということで、一石二鳥のね、痩せるホルモンであり疲労回復するという素晴らしい成長ホルモン、運動によって出ますので、ぜひですね、運動していただきたいなと思います。運動すると痩せる理由。 NM さん、ダイエットのためにも運動します。運動するとその消費カロリーっていうのがありますよね。30分ジョギングするとご飯1膳分ぐらいカロリーが燃焼するという形です。っていうふうに皆さん考えると、それだったら運動しないでご飯1膳食べない方が楽でいいやっていうふうに思うんですけど、それ間違いなんですね。運動の効果って別にカロリー燃焼だけじゃないので、体のバランスを整える、いろいろホルモンや脳内物質を整えるっていう効果があります。運動するとセロトニンが活性化します。セロトニンというのは食欲をコントロールするホルモンで、逆にきちんとセロトニンが出ると食欲が収まります、普通になります。皆様方、ものすごい太ってる人って大体甘いものが好きだったり、夜中にラーメンとか食べたくなったりすると思うんだけど、それっておそらくセロトニンが弱ってるんですよね。だから食欲が暴走してしまうってことが起きるんです。そういったことが運動することによって、セロトニンが整うことによって食欲というものが正常に収まってきます。なので運動すると別にカロリー燃焼だけじゃなく食べる量自体が減るんですね。私なんかも最近は1日おきぐらいにスポーツジムでトレーニングをしてるんですけど、運動に行けない時期っていうのはなんだか知らないけどお腹が減って冷蔵庫とか開けたくなったり食べ物が食べたくなるんですけど、2日に1回スポーツジム行ってると全然そんな食欲よりも仕事しようとか集中して文章を書こうとかいうモードになってですね、全然食べ物のこととかも浮かんでこないんですね。そういう風に全身が整うってことがやっぱ運動の本当の意味なんです。だから30分も一生懸命汗流してジョギングしても250キロカロリーしか消費しないっていうのはしてた方がいいです。朝散歩をした人からいろいろな体験談が続々と私の元に集まってるんですけど、1ヶ月で、ね、7キロ痩せたって人がいるんですね。15分ぐらいの朝散歩1ヶ月しただけで7キロ痩せたっていう人がいるんですね。どう見ても消費カロリー的には15分の散歩だと70キロカロリーぐらいしか消費しないから、そんなに痩せるはずがないんですよ。だけど実際痩せてる人がいる。どうしてでしょう。おそらくセロトニンが整って食欲が減って食べる量とかも減ったんでしょうね、おそらくね。そういった風にして運動することによって食欲が正常化するっていう効果、あるいはセロトニンがきちんと活性化するっていう効果によって食欲が正常化するということも得られるので、そういった意味でもダイエットの効果ってのはものすごくあるんですよと、脂肪燃焼だけじゃないですよというところをちょっと覚えておくと、皆様すごく運動に取り組みやすいんではないでしょうか。あと運動すると BDNF という脳の肥料というものが大量に出ますので頭が良くなる。なので運動するとダイエット効果と頭が良くなる効果、あるいは成長ホルモンが出て美肌効果、よく私肌ツヤがいいですねって言われますけども、これかなりトレーニングしてると肌ツヤがもう次の日から目に見えて良くなってきます。そういうね、いろいろな効果が得られるので、やらないのもったいないなと思うんですけどね、純粋にね。なんでみんなやらないのかなと思いますけどね。いろいろ私も整えたおかげで頭もだいぶ良くなって、20年前と比べると頭の回転が3倍ぐらい良くなって、1日にこなせる仕事量も3倍になってますし、収入も3倍以上になってるので、運動するとすごくいいことが起きますよということで、皆さんに運動、ダイエット以外の効果もたくさんありますよということで、運動をお勧めしたいです。
今日の動画はいかがでしたか？あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。ダイエット目的で運動するな。陽子さん41歳女性、ダイエット目的で今年から週末スポーツジムに通い始めましたが、なかなか思ったように体重が減りません。もともと食べることが好きなので今までと変わらずしっかり食べています。小沢先生のおすすめのダイエット方法を教えてください。ダイエットはしなくていいというといろいろと差し支えがあると思うんですけども、運動の目的っていうとほとんどの人がダイエットなんですね。運動の効果っていうのはいろいろあって、一つは頭が良くなるためですね。運動すると集中力が高まって仕事がはかどるとありますよね。運動すると体の体調が良くなるとなりますね。運動すると成長ホルモンが出て疲れが取れるとなりますね。運動すると眠りが深くなってむしろ疲れが回復するというのがありますね。なので運動の効果っていうのは別にカロリーを消費して痩せるという以外にも、頭が良くなったり仕事がものすごくできるようになったり、 BDNF っていう脳の肥やし、脳の神経回路をどんどん拡張することができる、まあ分かりやすく言うと運動すればするほど頭が良くなるんです。そういう効果っていうのがあるわけだから、別にダイエットだけが運動の効果ではないです。むしろ頭が良くなる効果とか仕事が集中してできる効果の方が私ははるかに大きいんじゃないかなというふうに思いまして、私も定期的に運動するようになってから1日にできる仕事の量が3倍から5倍ぐらい増えてますし、実際収入も3倍から5倍ぐらい増えてると思うんですけども、きちんと定期的に運動するとめっちゃ頭が良くなって、めっちゃ頭が冴えるようになって、めっちゃいろんなことが発想できるようになって、天才見たくなるっていうことですね。分かりやすく言うとね、そういう効果っていうのが運動によって得られるわけですから、ダイエットの効果が出なくても別に焦る必要もないです。ただ重要なのが、運動した後 1,2 時間っていうのがドーパミンとかノルアドレナリンという集中力を高めて脳のパフォーマンスを高める物質がじゃんじゃん出てるんですね。いわゆるボーナスタイムですよ。パチンコでいうと格変みたいな状態ですね。そこの状態を使わないともったいないです。だから運動した後にボーッと寝転がってたり、よし運動したぞ、ビールでも飲むぞ、わーって言ってたら運動の頭が良くなる効果っていうのが得られなくて、運動した直後の 1,2 時間に何かを勉強するとか、何か本読むとか、アウトプットするとか、何か資格の勉強するとか、英会話の勉強するとかすると、めっちゃ 2,3 倍はかどるわけですよ。普通にそうじゃない時と比べると、記憶を増強する物質ですから、ドーパミンとかノルアドレナリンっていうのがね、記憶を増強する物質っていうのがあるんですよ。皆さんご存知ですか？記憶増強剤があるんですよ。暗記パンっていうのがありますね。ドラえもんの秘密道具で、パンに何か公式とか何か単語とかを書いて食べれば暗記できるっていう、この暗記パンに匹敵するものがあるんです。それが運動ですね。運動した直後の 1,2 時間っていうのは脳のボーナスタイム、暗記パンを食べるかのようにそこで勉強したものはどんどん脳の記憶に定着していくというですね、そういうすごい効果があるんですけど、なぜか皆様方は運動もしない、なぜか皆様方は運動した後だらっとしているという、もったいないことをしている人がほとんどですね。だから別に運動してダイエット効果が得られなくても、頭が良くなる効果が得られればそんな素晴らしいことはないと思いますけどもね。だから運動したら痩せるかっていうと、運動しても痩せないっていう研究が多いですよね、最近はね。有酸素運動してもそんなに痩せないんですよ。筋トレをして基礎代謝を上げるってことが重要なので、有酸素運動だけをしていてもそんなに痩せません。痩せる目的で運動することは、有酸素運動だけじゃなく筋肉トレーニングなんかもして、基礎代謝が上がると24時間ずっと燃焼してるってことになるんですよね。有酸素運動だと例えば1時間運動したり1時間の間しか燃焼してないけど、筋トレによって基礎代謝が上がれば24時間基礎代謝って上がってるので、初めて痩せるっていうことが起こってきますから、有酸素運動だけではそんなに痩せないんですね。なので筋トレと有酸素運動をまあ合体させると、痩せたいということを目的にしてる人はそうされるといいのかなというふうに思いますけども、運動の目的っていうのをダイエットだけに絞ると1ヶ月2ヶ月ですごく痩せるってことはありませんので、痩せる人もいますけどね。本当に運動不足だった人とか、活動量がものすごく低い人とか、たった1ヶ月とか2ヶ月で何キロも痩せる人ってもいらっしゃいますけども、最近のいろんな研究では有酸素運動だけしてもそんなにものすごく痩せませんよっていうことが言われてますね。なのであんまり痩せることを目的しないで、先ほど言ったように運動すると頭が良くなったり、運動すると仕事のパフォーマンスが上がったり、運動すると睡眠が良くなったり、いろんな副次的な効果があるので、運動を習慣に取り入れていくってことをして、苦もなく運動ができるようになってくると、気づいたら痩せてるっていうのが理想的なのかなというふうに思います。